おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。おー、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。おー、でかい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 。でかい、でかい。なんだこれ。これね、ヒュージー。ヒュージーっすね。ヒュージーっすね。ヒュージーが降らなかったら壊れてたっすね、これ多分。これは。ありがとうございます。ちょっと、どういうことですか。でかすぎなんですけど。どういうことなんですか。超でかい。東京ですよ、ここ。ヒュージー。イエーイ。何食ってんだろうね。うん、あー、空っぽ？誤解？なんか魚の…あー、骨？背骨だな。でもそれ以外何も入ってないけどね。食えてねえんだな、あんまりな。これはこれで食えんの。分厚いの。すごいね。すごい。まさに江戸前ですよ、シェフ。すごい、江戸前だね。見た感じ、兄はいないね。いない？うん。妹はいるかもしれない。妹めっちゃ好きだもん。見たことないよね。怖いんだけど。
骨ぶっつけな、ね、めちゃくちゃいかつい、ちょうど足出そうだね、アラでも。まあ、うまいだろうね。ハラミ。いい感じ。感じ。でも結構グリっても赤いもんね。皮引いてく？半分そのままで大根にできる。あ、大根できる。うん、ただこっちかな。超綺麗。江戸前のブリ商品化完成しました。ちっとし脱水？そう、もっと締める感じ。
まることないもん、どう考えると。そうだね。シェフに今日の活力を。いただきます。取れたての。うまい。美味しいでしょ。すごい歯応えが。これなんかもうちょっと締めるともっとコリコリになるんだけど、いただきますよ。東京のブリの汁。うまい。おお。な。全部ね。うん。ぶった切ったから。細切れにして、まあ、シェラといつもいいことあったから、はい、これは胃袋、あ、胃袋、胃袋か、これ言われるまで分かんない
江戸前ぶりのわらに。ね。まあ、無駄なくて感じだよね、こういうところはね。東京産です、東京産。